大阪への帰り道で出会った驚愕の広告巡り。見逃せないビアボール体験。広告巡りで発見した驚愕の事実。山手線に隠されたビアボールの魅力。大阪に帰るまでの旅の間に、いくつのビアボール広告に出会えるのだろうか。この疑問を胸に、私は山手線の旅を始めた。山手線は東京の中心をぐるりと回る主要な路線で。 多くの乗客が利用するため、広告効果が非常に高いとされている。今回の旅の目的は、ただ単に電車に乗ることではなく、駅ごとに異なるビアボールの広告を見つけることだった。まず、五反田駅での出発。五反田駅は山手線の主要駅の一つで、にぎわやかな商業エリアが広がっている。ここで最初のビアボール広告を見つけた。 ホームの4号車ドア前に大きく掲示されており、早速写真を撮った。この広告には、神宮寺ゆうた、ガンゆうた、そして平野翔の3人が爽やかな笑顔でビアボールを楽しんでいる様子が描かれていた。この光景を見ただけで、すでにビールが飲みたくなる気分になった。次に向かったのは、有楽町駅。有楽町駅もまた、忙しいビジネスマンや買い物客で賑わう駅だ。 ここでは4番線の京浜東北線ホームにビアボールの広告が掲示されていた。しかし、このホームは広く、全体を1枚の写真に収めるのは難しかった。それでも何とかして、広告の一部を写真に収めた。この駅でも3人のアイドルがビアボールを持って微笑んでおり、その魅力的な笑顔が通行人の目を引いていた。さらに山手線を進み、池袋駅へと向かった。 池袋駅は東京でも特に大きなターミナル駅であり、多くの路線が交差する交通の要所である。ここでもビアボールの広告を探した。新宿方面行きホーム第5階段近くにビアボールの広告が掲示されていた。広告を見つけると、早速写真を撮り、その鮮やかな色合いとデザインに感心した。池袋駅の広告は特に目立つ場所にあり。 多くの人々がその前を通り過ぎるたびに目を奪われることだろう。岡地町駅でもビアボールの広告を発見した。この駅は上の方面行きホームの山手線側に位置しており、9号車の2番ドア付近に掲示されていた。ここで降りると、すぐに広告を見つけることができた。急いで降りたにもかかわらず、その広告を見ることで一瞬の休息と喜びを感じた。 次に、菅母駅に向かった。菅母駅は、おばあちゃんの原宿として知られるエリアで、多くの年配の方々が訪れる場所である。ここでもビアボールの広告を見つけることができた。池袋方面行きホームの3号車2番ドア付近に掲示されていた広告は、やはり3人のアイドルが楽しそうにビアボールを持っているもので、通行人の心を和ませていた。さらに旅を続け、浜松町駅、 多摩地駅でもビアボールの広告を探した。これらの駅でも階段を移動しながら、広告を見つけては写真を撮り、その度に新しい発見の喜びを感じた。ビアボールの広告は駅ごとに異なるデザインや配置で楽しませてくれ、その多様性に驚かされた。また、途中で寄った羽田空港でもビアボールの広告を見ることができた。空港内の第一ターミナルには、 大きなビアボールの広告が掲示されており、多くの旅行者がその前で足を止めていた。羽田空港は特に観光客が多いため、この広告は国際的な視点でも非常に効果的だと感じた。これらの広告を見つけるたびに、私はその場所で立ち止まり、広告の前で写真を撮った。そして、各駅で感じたことや、広告のデザインに対する感想を SNS に投稿した。 多くのフォロワーからも反応があり、ビアボールの広告巡りは予想以上に楽しい体験となった。この旅を通じて感じたのは広告の力だ。特に公共の交通機関を利用する多くの人々に対して、ビアボールの広告は強い印象を与えていた。山手線を利用するたびに目にするこれらの広告は日常の中に小さな楽しみをもたらしてくれる。さらに、 この広告めぐりの経験を通じて、私は東京の街並みや駅の特徴についても再認識することができた。普段は通り過ぎるだけの駅も、こうして目的を持って訪れることで、新たな発見や喜びを見つけることができた。また、ビアボールという製品自体も、広告の力によってさらに魅力的に映るようになった。 この旅を通じて感じた広告の力や影響力についてさらに深く考えを巡らせる。うちに、ビアボールという製品自体もより一層魅力的に感じられるようになりました。広告は単なる商品情報の伝達手段にとどまらず、私たちの生活に彩りを添える存在です。特にビアボールの広告は、その明るいデザインと親しみやすいアイドルたちの笑顔が、 日常の中に小さな楽しみをもたらしてくれると感じました。広告巡りの旅を続ける中で、ビアボールという製品の持つ魅力や、その背後にある企業のメッセージについても考える、機会が増えました。サントリーという企業がビアボールを通じて伝えようとしているのは、単なるビールの楽しさだけではなく、仲間と一緒に過ごす時間の価値や、その瞬間をより楽しくするための工夫なのではないかと感じました。 広告の中の3人のアイドルも、まさにそのメッセージを体現しているように見えました。さらに、この広告巡りを通じて感じたのは、広告が人々の心にどのように影響を与えるかという点です。特に公共交通機関を利用する多くの人々にとって、日常的に目にする広告は非常に強い印象を残します。ビアボールの広告が駅ごとに異なるデザインで掲示されていることで、 その多様性が人々の興味を引き、製品への関心を高めていると感じました。また、ビアボールの広告巡りをしているうちに、東京の街並みや駅の特徴についても再認識することができました。普段は通り過ぎるだけの駅も、こうして目的を持って訪れることで、新たな発見や喜びを見つけることができました。例えば、池袋駅の広告が特に目立つ場所に掲示されていることで、 多くの人々がその前で足を止め、ビアボールの魅力に触れる機会が増えました。そして、この広告巡りを通じて得た経験や感じたことを SNS で共有することで、多くのフォロワーから反応を得ることができました。特に、ビアボールの広告がいかに人々の関心を引き、楽しませるかを実感しました。フォロワーたちもまた、私と同じようにビアボールの広告を探しに出かけたり、 その魅力について語り合ったりするようになりました。このように、ビアボールの広告巡りは単なる製品プロモーションにとどまらず、人々の心に残る体験を提供していると感じました。広告が持つ力やその影響力を改めて実感し、私自身も広告の世界に対する興味が深まりました。また、次に東京を訪れる際には、再びビアボールの広告巡りをしてみたいと感じました。 さらに、ビアボールの広告が全国に広がっていくことを願いつつ、この経験を通じて広告の力やその影響力について深く考える機会を得たことに感謝しています。広告が私たちの日常に小さな喜びをもたらしてくれる存在であることを再認識し、その魅力や価値を多くの人々と共有できることを嬉しく思います。最後に、この広告めぐりの経験を共有することで、 読者の皆さんにも新たな視点や楽しみを見つけていただけたら幸いです。次回、東京を訪れる際には、ぜひ山手線のビアボール広告巡りを楽しんでみてください。私たちの日常に小さな喜びをもたらしてくれるこの広告たちを一緒に探しに行きましょう。最後に、大阪に戻るまでの間に出会ったビアボールの広告は数えきれないほどだった。 各駅で異なるデザインや配置を楽しむことができ、旅の疲れを忘れるほどの楽しみを感じた。この経験を通じて、広告の力やその影響力について深く考える機会となった。また、次に東京を訪れる際には、再びビアボールの広告巡りをしてみたいと感じた。ビアボールの広告が全国に広がっていくことを願いつつ、また新たな旅を楽しみにしている。 これからも多くの人々がこの広告を見て、同じような楽しみや喜びを感じることができるように願っている。そして、ビアボールという製品がさらに多くの人々に愛される存在となることを期待している。